バルバラダ・ダウストリアは、フェラーラ公アルフォンソ2世、デステの二度目の日。神聖ローマ皇帝フェルディナント1世と、皇后アンナヤギエロの第八子として、ウィーンで生まれた。姉、マグダレーネ、マルガレーテ、ヘレーネ、妹ジョバンナと共に、1547年以降、インスブルックの宮殿で育てられ、信仰厚い人物となった。 バルバラの要望は良いとは言えなかったが、縁談が途切れることはなかった。1565年、アルフォンソ2世と結婚。夫婦仲は良かったが、子供はできなかった。トルクアートタスソは、フェラーラ宮廷で、バルバラに数作のソネットを捧げている。1570年と1571年の地震後、親を失った少女たちのために死費を投じて、支援を行った。 バルバラは定期的にイエズス会と接触し、またプロテスタントに同情的だったギボレナータとも非常に密接であった。1566年以降病がちとなり、1572年に肺結核のため死去した。夫は1579年、バルバラの名、マルゲリータ・ゴンザーガを3番目の妻に迎えた。ありがとうございます。